エンゼルス時代に大谷翔平投手と共にプレーしていたブレーブス傘下のデビッド・フレッチャー内野手がスポーツ賭博を行っていたと17日、日本時間18日、米スポーツ局 ESPN のティシャ・トンクソン記者が報じた。画像、大谷翔平から手渡された現金、試合後のクラブハウスで広がったまさかの光景。トンンクソン記者は、 デビッド・フレッチャー内野手が水原一平被告の掛けに応じた南カリフォルニアのブックメーカーと共にスポーツ賭博をしていたと報じた。また、フレッチャーの親しい友人でもある元ロイヤルズのコルビー・シュルツ氏がフレッチャーのエンゼルス在籍時の出場試合を含む野球にかけていたとも報じた。フレッチャーは野球にはかけていないというが、同メディアは、 メジャーリーグ機構によるとフレッチャーは以前調査対象ではなかったが彼は今、調査されることが見込まれる、と綴った。違法賭博をめぐっては大家の元通訳である水原被告が、違法ブックメーカーの同元、マシュー・ボーヤー氏の下で違法賭博を行うために、大家の口座から資金を投与。銀行詐欺と虚偽申告で追訴され、司法取引に応じていた。 2024年3月に ESPN の取材に応じたフレッチャーは、以前ゴルフをした時に一度だけボーヤーと会ったことがあるが、ボーヤーの組織で掛け事をしたことはないと否定していた。ESPN はその後サイドフレッチャーにコメントを求めたが、返事はなかった。